The Kurobe Dam, Toyama Prefecture. A symbolic structure of modern civil engineering built by the Kansai Electric Power Company. Kurobe Dam を目の当たりにすると本当に圧巻です。ここに溜められている水の力を感じずにはいられません。私は産業遺産写真家の前畑敦子です。今まで日本中を旅して様々な産業遺産を写してきました。そこには今の世界を築いてくれた先人たちの功績や記憶が刻み込まれています。What is the hidden history of Kansai's hydropower plants and dams in operation for more than 100 years? ここのトンネル総延長で9キロぐらいあるって言われてるんですよ。What is the future of hydropower? 貴重な再生可能エネルギーとして注目されております。水力発電の歩みを抜きにして、日本の近代化は語れません。それは途方もない苦労、ひらめき、そして飽くなき挑戦の物語です。The History of Hydropower. Water is the source of life. Hydropower comes from nature's bounty.電話機を発明したグラハム・ベルがですね、日本に約100年前に来られて、日本の地形を見てですね、非常に驚かれたと。山脈がですね、日本列島を貫いて、雨が谷を削りですね、沢になって最後海は流れるという地形があって、この地形をですね、使えばですね、膨大なそのエネルギーを水力発電という形で使うことができると予言されたという話があります。 For thousands of years, we have dug waterways, grown food with the waterand used water wheels to harness the power of water for our daily lives. もちろん、昔ながらの水車では、今目の前に広がる高層ビルや高速道路を建設できるほどのエネルギーを生み出すことはできません。これほどの電気を使うことが当たり前になった今、電気が使われ始めた100年以上前の時代には、誰も想像もつかなかったと思います。東山、京都 City. This is where Japan's hydropower began. 歴史のある建物って本当に絵になりますよね。アールデコ調のアーチや明治時代の西洋建築によく見られるこの赤レンガ、とても美しい建物で美術館のように見えませんか？In contrast to the beautiful exterior, inside the building, huge steel machines were working to produce electricity, day and night. ここは蹴上発電所。日本初の一般供給用水力発電所です。The first phase of the 蹴上 power plant began operation in 1891. Japan was determined to catch up with developed countries.such as the US and the UK. 蹴上発電所は日本最初の水力発電所であり、日本最初の近代文明の装置を作った場所だと。日本の江戸時代までは使ってたエネルギーは木しかなかった。明治になって蒸気機関という概念が分かって、でさらに水力発電という概念も分かって、一気に近代化していく。工場を建てたり鉄道を敷いたりするには大量のエネルギーが必要でした。大きな機械を動かすには動力源が必要だと。で最初に動力源になったのが火力だったんですね。ところがですね、その火力の主な燃料源だった石炭というものが非常に価格が高騰しやすいと。それプラス石炭そのものを運ぶ運搬賃がいると、非常にコストの高いものになりました。そういった時にアメリカで水力発電が始まったんですけど、それを聞きつけた人たちが作ったのが蹴上の発電所なんです。すごく大きい水圧鉄管とかさまざまな設備があるかと思うんですけれども、どのようにして水力発電を行っているんですか？水力発電は水を高いところから低いところに落とすこの力を利用して水車を回して発電する発電方式になります。こちらの蹴上発電所に関しましては、琵琶湖の水がこちらの水圧鉄管を通りまして水車まで導かれていると。その後水車に水が当たって水車が回転します。
で水車が回転しますと、その水車と、まあ、軸を介して取り付けられている発電機が一緒に回転しますので、それで発電の方は行えております。古い方法になるんで、ちょっと錆とか塗料の剥がれとかすごいんですけど、それがいいです。それがいいすごいですね、なんかこう宇宙船の中にいるみたいな感じが。欅発電所は日本の文明で決定的な意味があります。その欅発電所の電気で京都の市電が生まれたと。日本で初めて市電ができた。電気で動くなんて誰も考えてない時代、見えない電気を可視化して世の中に提供しちゃった電気の文明を。 Starting with the Keiage Power Plant, hydropower was a major force in Japan's modernization. The power of water changed history.私が今いるのは木曽川です。透き通った緑の水がすっごく綺麗で心が落ち着きますね。実はこの川、かつては度重なる水害や氾濫をもたらす暴れ川と呼ばれ、地域住民に恐れられていました。その暴れ川の生み出す膨大なエネルギーを有効活用しようと考えたのが彼、日本の電力王こと福沢桃助です。桃助はあの福沢諭吉の娘婿、明治時代から大正時代に活躍した実業家です。福沢諭吉が明治26年に実業論という本を書いてます。そこにこれからの日本というのは大規模な機械を使った製造業に力を入れなければならない、でその動力源というのは火力や蒸気ではなく、これだけ川が発達してるんだから水力を重視せよということが書いてあったんですね。それを桃助は目にして、それで水力発電に向かったんだと。彼は名古屋を東洋のマンチェスターのような一大工業地帯にしたかったんです。ここが木曽川開発の際、桃助が拠点としていた屋敷です。西洋風でとってもおしゃれですね。桃助 had the ambition to build Japan's first dam-type power plant on the Kiso River. Its name is the Oi Dam. しかし、ダムを建てるのは大事業。周辺地域への影響は計り知れません。木曽というのは材木の産地なんですね。ここに電力開発をするときに問題になったのが、材木を流していく川狩りができなくなると。桃助がまず初めにやったことは、今まで全部川を利用していた輸送をですね、森林鉄道、それから中央線というような感じで、全部変えていったと。その方が木材のロスが省けるということで、桃助の計画を賛成したわけですね。桃助 Bridge, now a famous tourist attraction, was built to transport materials during the construction of the power plant. Momosuke's dam construction project, which seemed to be going smoothly, was hit by unforeseen circumstances. Kanto 大震災が起きて、家屋は倒れるわ、工場は倒れるわ、日銀がこれからの融資は関東大震災で苦しんでいる人たちや企業に絞りなさいという指示を出した。そのために大井ダムへの資金が枯渇しそうになったんです。それで考えたのがアメリカですね。その頃のアメリカというのは世界の工場と言われ、金がうなるほどありました。当時の日本の GDP の約 1.7% に相当した、1500万ドルという大きなお金を借りに来たというアメリカにおいてはニュースだったの。ニューヨークに着いた翌日、彼は部下を連れて教会のミサに参加しました。これは私の一つの作戦なんだよと。で、翌日の朝新聞を広げると、福沢桃助一行教会で賛美歌を歌うという小さな記事がありました。桃助はキリスト教徒でも何でもないんですけど、キリスト教徒なんだっていう、そういう評判が広まるとお金もちゃんと借りられるようになるんじゃないかっていう、そういうところまで目端の利く男だったなと思います。桃助 strategy was a great success. The company achieved financing through the issuance of foreign bonds. 今私がいる関西電力の資料館には
当時の外国債券が残されています。 Finally, in 1924, the long-awaited Oi Dam was complete. 50メートルを超える巨大ダム、オイダムです。大正時代に建てられたとは思えないスケール感ですね。 At the time of construction, the Oi Dam was the largest dam in the Orient. It was the result of innovative concrete construction techniques and Momosuke's persistence. This huge structure contributed greatly to tourism in the surrounding areas. 大井ダムによってせき止められた川は人造湖となり、多くの観光客が訪れるエナ峡という絶景をもたらしました。モモスケの残した足跡の数々は、現役で活躍しているものもあれば、このモモスケ橋やエナ峡のように観光名所として広く親しまれているものもあります。発電所がなければ今の基礎はなかったんだろうなと思いますし、100年経っても今の基礎にとっても貢献していると思います。世間の人たちのためになる、自分が死んだ後もそれが残る事業をやりたいっていうことを、これは桃助言ってました。およそ100年前に桃助が作った7つの発電所およびそのダムが今もこうやって暮らしを支えているわけですから、僕たちが享受している利益じゃないかなというふうに思いますね。水力発電は日本の近代化に大きく貢献しました。桃助がその一翼を担い、日本の未来を切り開いたのです。 Energy demand is changing with the times. After World War II, Japan, a burnt out country, once again reached a turning point as a nation. 僕は昭和20年生まれだから、小学校1年2年の時にはそういうことありましたね。そういうことっていうのは、停電なんかありましたね。確かに日本が敗戦になって焼け野原から復興する、その復興の仕方が急激なんですよ。途方もなく急激なんです。どうしてもエネルギーが足りなくなっていくんで、全国の電力会社が懸命になって電力ダムを作っていくんですね。 Stunning economic growth. The construction of the century by Kansai to create its power source. Construction of the Kurobe Dam.And the Kurobe River No. 4 hydropower station, known as Kuroyon, began. The 大型ダムを作るには、水量、高低差、岩質など、さまざまな諸条件が揃うロケーションでなければうまくいきません。黒部というのは非常に急峻な山で、3000メーターの高さからですね、富山湾まで一気に流れるという非常に日本でも代表的な急流の河川です。海抜1500メーターのところにダムがあって、だいたい60キロの距離で海まで流れると、非常に急勾配の川です。冬にはいわゆる豪雪地帯ですので、同じように水量を貯めてですね、安定してかつ高落差で流れると、非常に発電には向いた川、そこに関西電力が着目されてですね、日本の代表的な水力発電所が作られたと。しかし一つ問題がありました。黒部は3000メートル級の山々に囲まれた人を寄せ付けない秘境だったのです。黒部の山というのは冬であれ夏であれ非常に危険が伴っています。冬場なんかは積雪が3メーターから4メーター、そしてまた雪崩なんかもよく起こりますし、皆さんが想像する以上に非常に過酷な環境で中でまた仕事させていただいております。これすごいですね。大きさがもう初めて見ます。この大きさ、山がこうたくさんあって、建造物を建てるにはちょっと難しそうな感じがすごいするんですけど、険しい道なんですけども、3000メーターの山をブルドーザーとか人力で運ぶ牧歌さんとかが山を登って下っていたと。すごい労力ですよね。はいはい、すごいと思います。工事中で大変だったのは、黒部ダムを作る時の資材輸送ルートで
大町側からですね、関電トンネルというトンネルを、まあ、掘りましたけども、後ろ立山連峰があるんですけども、ここの穴を掘るとトンネルでつなぎ込むと。 The Kanden Tunnel is now also used by electric buses bound for the Kurobe Dam. Excavation work initially proceeded at a record speed of 10 meters per day. However, the workers faced unexpected difficulties.途中で大破砕帯というところに、ぶつかりまして、崩れやすい地層のところにぶつかって、ここにも地下水が集まってきて、崩れやすいプラス、まあ、湧水がたくさん流れ出てて、で、なかなか前に進めなかった。Up to 660 liters per second of freezing water and sediment gushed out. The excavation work reached a deadlock. 破砕帯が60メーター推定されるんだけど、皆さんの具体的意見がありましたら、ちょっと述べてください。まず、水圧を下げるってことですね。同時に、水を抜くっていうことなんですよ。ここが破砕帯のエリアです。今回は特別に撮影のため開放していただいてます。すごく冷たいです。この水、なんと4度の冷水です。ここは地盤が弱く機械が使えません。作業員たちは手作業で掘削を続けざるを得ませんでした。 The workers dug in the freezing cold, hardening the fracture zone with a mixture of cement, water glass, and other chemicals. It took 7 months to penetrate the 80 meter fracture zone.Compared to the normal portion, which was able to advance at a rate of 10 meters per day. With the completion of the Kanden Tunnel, the construction of Kuroyon, a major project costing 51.3 billion yen and involving a total of 10 million workers, was finally in full swing.黒部ダム建設のスケールを物語るのがこちらです。この鉄製バケットでコンクリートを輸送していました。山から山へ。こちらにある25トンのケーブルを張り、なんと合計18万回近くもコンクリートを運搬しました。関西電力の社長であった大高木志郎がですね、経営者が10割の自信を持って取り掛かる事業、そんなものは仕事じゃないと、7割成功の見通しがあれば油断を持って実行するというお言葉を残されましてですね、黒部の開発っていうのはどうしてもやらなあかんと、鉛筆1本紙1枚節約して黒部に手を貸そうということをですね、全社一丸となって取り組んだと。 After overcoming many difficulties, Kuroyon was complete in 1963, 7 years after construction began.In addition to being a power generation facility, the Kurobe River's power development has occurred hand in hand with the surrounding community. The tracks laid 100 years ago for the construction of the power plant are still in use today as the Kurobe Gorge trolley car for sightseeing.電源開発とともに発展しました温泉地ですので、おかげさまでトロッコのおかげでこの旅館が成り立っているところもたくさんございます。この水の豊かさが電力になるっていうことを発想された方のおかげで、温泉地がまた発掘もされましたし、たくさんのお客様がそこに目をつけていただいて、今現在の宇奈月温泉になっています。ですからこの黒部川というのは電源開発とともに生きてまいりました。そんな思いでございます。In addition to tourism, the dam is also used for local sake production.
プロヨーンというのはやっぱり富山県の我々にとってみると精神的なシンボルと憧れがありますので、そこには全蔵のお酒を入れようということで、これを我々ダムに入れさせていただいたお酒なんですが、1年間入れとくんですね。我々の蔵の中で熟成したお酒と比較して飲んでみますと、綺麗で深いんです。お酒がこう深みが増してて、もっとたくさんやりたいという感じですかね。戦後の復興で電力が足りなく、日本が国を挙げてもう一度よみがえろうというところのエネルギーを Kuroyon に行くとすごい我々感じます。 After the completion of Kuroyon, the energy industry once again reached a turning point with the changing times. 日本人はそれが一つのシンボルとして、日本に水力というエネルギーがあるんだなという思いで高度成長に入っていくんですけど、その水力じゃ全く足りなくなるほど高度成長する。水力が時間がかかりますからね、ダムを作るのに。という時に中東の石油があったんですよ。安い化石エネルギーがあったんですね。火力、石油、原子力、ありとあらゆる発電を総動員してこの高度成長に向かっていくというのが高度成長から現在までの動きだと思いますね。And what role is now expected from hydropower? これからはですね、やはり気候変動が重要な世界的な課題ではありますが、その一番のポイントがやはりその CO2 のですね、排出量をなるべく減らしていくというのが世の中で言われています。なるべく化石燃料を使わないということです。そのためにはやはり再生可能エネルギーを使う、まさに自然エネルギーを使うということですね。日本の現状を考えますと、太陽光あるいは風力発電ともありますが、やはり水力発電というのは日本の地形自然に合った発電の役割を持っていますので、これをもっともっと高めていくということが必要です。私が今歩いているのはたたらぎダムの中です。たたらぎダムは揚水発電というタイプの発電を行っているダムなのですが、電力需給の逼迫の際、最後の砦として今注目を集めている発電方法です。すごく大きいトンネルにやってきたんですけれども、こちらは一体どういった場所になるんでしょうか。ここは黒川ダムとたたらぎダムの中間地点の地下発電所でございます。たたらぎダムのような揚水発電所の仕組みを教えてください。揚水発電所は上部と下部の2箇所に貯水池を作ります。そして電力需給に余裕があるときに、下部貯水池の水を上部の貯水池にポンプで汲み上げておきます。電力が足りないときにあらかじめ貯めておいた水を落として発電します。揚水発電所は大きな蓄電池としての役割を期待されています。Why do we currently need power plants like storage batteries? 太陽光風力が増えていくってことも当然必要なわけですけれども、やはり風が吹かない、あるいは昼間しか発電しないとかですね、自然エネルギーの変動というものがありますので、これからはこの揚水発電の機能をですね、太陽光風力の変動に対する調整の役割として使っていくと、新たな価値を生み出すということが期待されています。温暖化対策にも貢献するような水力発電所の役割にも着目していく必要があるというふうに考えています。水力発電の特徴としては長期的に働くというところがポイントではないかなと思います。ダムをかさ上げしたり、あるいはダムとダムをつないだりとかですね、今あるものを長く使っていくための取り組みが必要ではないかなと思います。そのためには環境にも配慮しですね、地域の人たちとのメリットを共有する、そういう取り組みを高めることによって次の世代につないでいくことができるんではないかというふうに考えています。関西電力の水力事業の歴史をたどり、そのスケールの大きさを目の当たりにしてきました。水力事業の未来についてお聞かせください。水力事業の役割というのは時代とともに変化してきております。最初はベース電力を担い、次にピーク、さらには揚水、さらにはですね、海外へと飛躍しました。そして最近はですね、世界で潮流であります脱炭素に向けましてですね、 CO2 を排出しない貴重な再生可能エネルギーとして注目されております。先人から引き継ぎました技術、これをしっかり受け継ぎまして、ドローンあるいは AI、こういったですね、 DX の技術を使いまして積極的にですね、挑戦していきたいというふうに考えております。さらには海外でもですね、水力開発を継続してやっていきたいと
というふうに考えております。Experience and know-how accumulated through a long history spanning across national borders is what will lead to regional development and the eventual realization of a decarbonized society. A key example is the Nam Nyep One hydropower project, which built a large-scale dam in Laos, also known as the Second Kuroyon.ラオスっていうのはですね、水力のポテンシャルっていうのが非常に大きい国でして、メコン川が流れてまして、でその支流にですね、いろいろ山があって、で非常に水資源が豊富な国でございます。建設段階で環境とか住民移転ということで違った文化をお持ちの方々のがご納得いただけるようなやり方を考えていく。建設が本格化すると高速でダムを施工しないといけないんで、世界の5本の指ぐらいに入るダムの権威の方もお呼びしてですね、そういう方の技術技能っていうのを取り入れて、他にはですね、大雨が起こって洪水が起こっていかに早く復旧するかっていう、何回も何回もこんないろんな大きな壁に当たってるわけなんですけれども、クロヨンの大先輩の方にメッセージいただいてまして、これ第二のクロヨンって呼ばれてるんだけれども、一人が頑張ってても実はすごい小さな成果しかなくてですね、10人100人の方が同じ方向に向いてですね、それぞれの持ち場で最大限の力を発揮するっていうことで初めて成り立つっていう、クロヨンスピリッツっていうやり方の一つなんかなって思ってます。これからは途上国の人たちとですね、一緒に手を携えて新しいその、技術開発をですね、取り組んでいくということが大事ではないかなと思っています。で、その取り組みの中でですね、次の世代を担うような技術者といいますか、そういう人たちが育っていくということを非常に期待しています。常に安定した電力を享受できる私たちの当たり前は、数多くの人たちの挑戦や貢献によって支えられていることを知りました。時代が変化する中、今の当たり前を守り続けていかなければなりません。私たちの前に立ちはだかる気候変動や環境の変化、福沢桃助が今生きていたらどう対処するでしょうか。不可能と思われた黒部ダム建設を成功に導いた設計者、経営者、作業員たちは、大田垣四郎なら現代の課題にどう立ち向かうでしょうか。ナムニアップで培った経験っていうのをですね、バトンパスっていう形で次の世代にも渡せていければ幸せかなと。過酷な環境の中でこの大きな黒部ダム、黒部川第四発電所を作り上げた先輩方も誇りに思いますし、果敢に挑んだチャレンジ精神というものを若い人たちにも引き継いでいけたらいいかなと思っています。水力事業というのは1世紀を超えて行っております。電力を安全で安定して供給するという使命はですね、脈々と受け継がられております。水力の価値を向上させ、水力事業をですねリードしていきたいと、そういうふうに考えております。これらのダムや水路はただの産業遺産ではなく、先人たちから私たちへ託されたバトンのように思えます。水の力をさらに引き出し、次の世代にもバトンを渡せるように。パワービズハート。